1976年に撮影された国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成、ステレオグラム、だれの範囲、だれ動流程、厳正作、防護作。1947年に発生した地滑りの範囲、変動の大きな部分と滑落がけ作口だれ災害は1986年、 新潟県西首引郡農町で13名が死亡した、なだれ災害である。このなだれ災害は、以後の大規模ななだれ対策を推進する契機ともなった。1986年1月26日の夜半、新潟県農町にある、権限岳の頂上直下850メートル付近を、発生源とする面発生から雪氷層なだれと、呼ばれる泡なだれが発生。東斜面を滑走し、 麓にある、作口地区の一部11世帯36人を襲った。山頂直下で発生した雪崩は、およそ45度の急斜面を滑り落ちた。その急斜面の下には窪地があり、夏場に降る雨は窪地を伝って、北の谷に流れているが、この冬は大量の積雪と数回の雪崩により、完全に渦漏れてしまい、だれはそこを東に乗り越えた。麓付近のシャドは、 約10度と比較的緩やかであるが、勢いは止まらず、寒斜面を1キロメートル以上も流れ民家に達した。このなだれによって13名が死亡、9名が負傷、19棟が損傷し、うち16棟が全壊した。多くの立ち木が折れ曲がり、家屋は3 0 0ルほど飛ばされ、その屋根の途端の一部は突風による被害と同様二樹木に絡みついていたものが発見された。 氷層なだれは、煙状となる暴風を伴い、地元民は、古くから、宝、愛、上棒などと呼び恐れていた。この年の1月中旬は、寒気も緩み珍しく山頂部も、雨となって、ざらめ状の雪面を形成した。その後の1週間は大雪で、硬い雪面の上に柔らかい新雪が降り積もった。当日は、低温弱風の下での降雪で、 雪粒子の結合が緩い状態となり、そこにおよそ秒速7メートルの地吹雪が起こり、なだれのきっかけとなったことが、周辺で計測された気象データの解析により、判明した。なだれは、最大速度時速180キロメートル、走行距離1800メートル、デブリ量10から30万立方メートルと、推測されている。だれ災害のあった箇所では、以前、 1947年5月19日に地滑りが発生していた。幅 1.5km、長さ 2km の範囲の土地のうち特に変動の大きな部分が時速10から 15cm のゆっくりとした動きで翌20日まで続き53個の人家を含む114の建物を破壊した。この時地滑りの最上部には地面のずれによって滑落崖と呼ばれる。 崖が現れた。雪崩災害は、この滑落崖が雪崩を捉え、さらに地滑り跡の地溝に沿って、北に湾曲し、集落を直撃するに至ったものである。それ以前の山頂付近で発生した雪崩は、直進的に東に進み、次第に南斜面に沿って南へ曲がり、民家のない潜のまた川沿いに達していたと、考えられている。再発を防ぐため、新潟県は、 昭和61年度に、雪崩発生危険箇所の見直しを行い、農庁は昭和61年度から、雪崩監視員を設置した。そして建設省所,所管の雪崩対策事業、林野町所管の災害関連緊急地産事業、雪崩防止林造成事業により、大規模な防護処置が施された。まず、発生した雪崩を、被害の及ばない方向へ受け流す、雪崩導流堤を設置。 そして土塁や大型柵を用い、雪崩の勢いを弱め、集落の手前では防護柵で雪崩を10日減生させ進行を止める。周辺は森林整備を進め地盤の強化を図っている。その後、常時動態観測システムの試験地として、CCTV カメラ及び振動計を各標高に配置し、観測された気象、積雪状況から雪崩発生状況を、 総合的に分析し、発生予測に活かしている。観測の結果、雪崩導流艇の設置後も山頂部で小規模な雪崩は続いて発生しているが、災害には至っていない。雪のない季節には、立ち木の破損状況で雪崩が起こった形跡を探すなど、大学や各研究機関による調査が行われている。頂上からの急斜面の下にある万年雪。ありがとうございます。